名古屋市立南陽中学校とは、愛知県名古屋市港区春、田野三丁目にある公立中学校。港区西部に位置しており、完静な住宅地の広がる福田小学区、福春小学区と自然が豊かな西福田小学区にまたがる校区で、港区内でも比較的歴史深い学校である。名古屋市立南陽中学校には、名古屋市立西福田小学校と名古屋市立福田。 小学校、名古屋市立福原小学校が校区となる。かつては南側の名古屋市立南洋小学校も校区の範囲であったが、生徒数の増加に伴い名古屋市立南洋東中学校が分離、独立したため校区から外れることになる。南洋東中学区は以前まで市外化調整区域であったが、イオンモール、名古屋茶屋を含む周辺地域において、 開発整備促進区に指定されたため、一部地域において調整区域から外れることになった。ただ、南洋中学校が抱える西福田小学区は未だに外れることはなく続いているため、全校児童が200人切りを目前としているが、児童数が一番多い福田小学区は、全校児童が630人ほどとなっており、児童数の格差が大きくなりつつある。主に、 名古屋市 A バスでのアクセスとなる。上記の河合小橋港と南洋交通広場港ではバスが停車する停留所が異なるため大差はないが距離も異なり時間を見て訪れる必要がある。ありがとうございます。